えー、ロックさんがねあの、ニューヨークの話で、響さんがボストンの話なんでね、ちょっとやっぱあの海外のっていうかアメリカの話が続いてるんで、僕もちょっとアメリカのお話をしたいと思うんですけど、僕の知り合いにね、えー、木村さんという映画関係の、えー、仕事をしている人がいるんですよ。なんですけど、まあ、木村さん、仮名ですけどね。えーっと その木村さん、もともとはあの特殊メイクの仕事をしててで、下積みの頃にね、ハリウッドにその特殊メイクの勉強をしに行ってた。で、えー、ハリウッドの映画の現場とかで、もう本当にこう雑用か界とかしながらメイクの勉強もしていたんですけども、まあ、それが80年代の頃だったらしいですね。で、ハリウッドって言っても、やっぱりそのダウンタウンの方っていうのは、やっぱりこう治安が結構悪くて。 で朝早くから夜遅くまでの仕事だったんですけど、まあ、本当にア,アパートを借りてたんですよね、その木村さん。で、それ、アパートっていうのは、なんかその、ちょっと裏路地の方にあって、で、部屋から見ると、もうあの日、全然日も当たんないんですよ。で、部屋からこう窓の外眺めるとね、えー、ちょうどその隣のホテルの裏口が目の前に見えて、で、結構治安悪いんで、 見てるとね、ポン引きとかね、そのホテルの裏口で、ポン引きとかね、あと売春婦が立ってたりとか、あと夜中になるとね、なんか変な男があの着てる服を全部脱いで、ゴミ箱の中に入れてホテルの中に入っていったりとかね、うわ、なんか変なのいるなぁと思ってて。で、朝7時になると、そのホテルの裏口にトラックがいつも止まって、そのこう、シーツとか、そういうのを買えるトラックが来て、で起こされると。で、 その現場っていうのはね、やっぱりその忙しいんで夜中に帰ってくることもあるんですけど、ある時にこう、本当にもう朝日が昇る頃にこう、自分がも,もう寝ようと思って、窓があるんですけど、その窓にこう背を向けてね、で、もうカーテンもないような、まあ貧乏暮らしだったらしいんですよ。で、日の光がなんかこう、は,は入らないんだけど、も明るくなって、寝にくいなと思いつつも、こう窓に背を向けて、左手をね、自分の枕代わりにして、で、壁に背を向けて寝てたんですって。 そしたらね、窓の方に、すごい人の気配を感じる。で、あれと思ってで、ここは本当に小銭で人が殺される国なんで、いや、ここやばいなと思って、泥棒が窓から入ってきたと思ったんですよ。でも、結構な構想で、入ってくるのかなと思いつつも、でも本当、人の気配がどん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 近づいて、これ、下手に動いたら銃とかナイフとか持ってたら殺されるなと思って、身動きできなかったんですって。 そしたら、その人影っていうのが、人影、あの、気配がね、どん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 近づいてきて、自分の脇腹を指で触るのが分かった。で、本当にこれ、あどうしたらいいんだろうと思って、もう自分はそういう時の対応の仕方も分かんないし、とにかく体が固まって、そしたらその指が、自分の体をなんかこう、撫でてる感じがするんです、明らかに自分の体の感触を触って、 楽しんでるこれやばいなと。で恐怖でずっと動けなかったんだけどしばらく触ってるんでさすがにちょっとねあのもうちょっと勇気が出てきたというかでその人の気配の顔がねだんだん近づいてきて自分の耳元で息がふーふーって荒くしてるのがなんか分かったんだってで今だと思ってその左手がちょっとこう動きやすかったんでバッと振り向いて。 手を伸ばした,伸ばしたら、その人の頭にちょうど手がかかって、髪の毛をつかんだ。そうしたら髪の毛つかんだ瞬間、その髪の毛がゴソゴソゴソって抜けて、でバッて見たら、それがね、人の顔が泥人形みたいになってて、髪の毛を抜いた途端ね、バサバサバサ,バサって自分の上に砂,のか砂が落ちてきて、その人影が全部壊れちゃったんですって。で、手を見るとね、 もうあのー、光の中ですごい分かったらしいんですけど、バッサバサのなんかもう本当に脂っ気のない髪の毛が自分の転移に残ってで、それも光に当たってるうちに、すっとなんかこう、パラ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 消えて、後には何にも残ってなかったって。これちょっとその自分の生まれて初めての心霊体験だなってすごい覚えてたらしいんですけどで、その木村さんっていうのは、えーまあ、そのは。 映画の仕事だけじゃなくて、食っていかなきゃいけないんで、いろんな新聞社の仕事とかもするのがあって、でその中でね、えー、日本の新聞社の海外支社の仕事で、ハリウッドの心霊スポットみたいな、ハリウッドの,その怖い場所みたいな,な記事をちょっと担当することになったんですって。それで、ハリウッドの怖い場所みたいなのをちょっと調べたら、まあ、シャロン・テート事件,事件の,、ね、あのマンソンファミリーの、 えー、あったシャロン帝都の家とかね、まあ、ほら残殺事件があったとことか、あとフランクリン,フラン,クリンホテルってのあの、第1回アカデミー賞があったところなんだけど、そこにはマリリン・モンローの幽霊が出るとか、あと豪華客船のところにあのシナトアの幽霊が出るとかね、いろんなとこがあって、その中でちょっと驚いたのが、ホテル・セシルっていうホテルがある。で、それ、どういうホテルかっていうと、まあ、1947年ぐらいにもう戦後すぐですよね。 えー、ブラックダリアって映画にもやりましたけどブラックダリアって呼ばれる、えー、女優の卵で娼婦がいたんですけどその人がね惨殺されるんですよでそれはまるでねいたずら坊やがバービー人形を引っこ抜いたようなって言われているように胴と足が引っ張られてちぎれたような遺体が見つかってでも顔は、えー、本当に頬に口から頬にかけて切られて体の肉が自分のね 室内とか、肛門とかに詰め込まれてって、もう本当に、なんていうんですかね、ちょっと有名な事件なんですけど、そのブラックダリアって呼ばれるその女性が、そのホテルセシルで、まあ、当時は高級ホテルだったらしいですけど、そこのバーで客を集めたりしてたらしいんですね。で、その後でも、1950年代、60年代になっても、飛び降りの名称になるんですよ。で、いろんな人が飛び降りてたんだけど、ある時なんかこう、女の人が飛び降りた時に、下に男の人がいて、 それ、巻き添えで二人とも亡くなったり。で、ある時にはね、えー、まあそ、その、ある時には、もうその、ホテルを常宿にしてたおばあさんが、いつも鳩とかにね、餌をあげてたおばあさんが、その部屋で謎の死を遂げてたりとか、いろんな事件があって、その中で有名なのでね、1980年代の半ばに、ナイトストーカーっていう有名な散殺事件があるんですけど、リチャード・アーミレスっていう殺人鬼がいて、その男が、 ホテルセシルにずっと乗宿にしてて、で、ホテルセシルから出かけていっては、例えばもう少年とか、おばあさんとか、えー、老夫婦とかもだ、誰かで構わずですよ、性的暴行して、それで殺人して戻ってくる。面白い話があって、えー、っとね、その裁判ではね、13人とも、14人とも、立件されたのは13人なんですけど、被害者が、まあ、14人とも言われてる。 そのリチャード・ナミレスは、えー、セシルの14階に泊まって、その時宿賃が14ドルだったみたいなね。そんな、まあ、それは関係あるかどうかわかんないですけど、そんな話もあったりして、有名にあっててで。そのリチャード・ナミレスっていうのは、いつも殺人を犯していたら、ホテルの裏口に帰ってきて、そこで自分の着ていた服を全部ゴミ箱に捨てて、そこで自分の部屋に戻る、裸で戻っていったと。だもしかしたらその、 まあここでちょっと察しのいい人は分かるかもしれないんですけど、その木村さんが泊まってたアパートの目の前にある見えてたホテルの裏口っていうのがホテルセシルなんですよ。で、それね、そのリチャード・ラミレスの後も、ウィーンの交差ツとかね、殺人鬼が住んでたり、その後にもね、これ2013年なので最近なんですけども、 えー、ラムっていう女性が、エリザベス・ラムっていう女性、まあ変な話、そのブラック・ダリアの女性ももともとエリザベスっていう本名があるんですけど、そのエリザベス・ラムが止まってたんですけど、エレベーターの中で、なぜか何かに怯えて、それ、誰もいないんですよ。他に映ってないんだけど、何かに追っかけられてて、エレベーターで隠れてるような、そのもう動画も残ってるんですよね。YouTube とかでもあるんですけど。で、結局、そのエリザベス・ラムはなぜか、 そのエレベーターから出ていた後、記録が残ってなく、数週間後に、ホテルの貯水槽の中で、裸で鍵で、閉まっているところで見つかった。そんなホテルなんですけどね。まあ、木村さんは、そこで、まあ、ホテルの,その裏口のアパートで、そんな体験をしたっていうのを、ね、聞いたんですけどね。その体験をして以来木村さんは、のは霊感が自分についたと。で、そこから、 不吉なものがある場所っていうのは自分はすごくわかるようになったっていうのをちょっとこの間聞かせてもらいましたありがとうございます最後まで動画をご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです次回の動画もお楽しみに